んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。そして目の前に飛行機が見えますか？現在いるのは成田空港でございます。まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。なんとですね、成田空港近辺にホテルを予約しまして、成田空港で今回は夜ご飯を食べるという、なんとも贅沢な旅行を企画しております。そして今お目当てのフライングホヌという、レアな飛行機を見れまして、ここからですねまた少し飛行機を見つつまったりとして、夜ご飯を今から空港で食べるところですね。今から約2時間ぐらいあるんですけれども、何しようかな。飛行機眺めてたらあっという間に時間過ぎそうなんですけどね。我らが ANA が帰ってきましたね。お世話になりました。よくこういう作業とか見てるだけで楽しくないですか？ずっと見てられますよ。飛行機を見るなら第1ターミナルが、おすすめだとネット上に、書かれておりまして、まあ来たんですけれども、あとここ第1ターミナルで夜ご飯も食べる予定なので第1ターミナルにいたいところなんですけど、まだ2時半なんですよ。なので第2ターミナルと第3ターミナル行こうかなと思います。頑張って。今日の夜はこのスカイフードコートで食べようと思ってます。なんか迷って全然第1ターミナルから出れないんですけど、バス乗り場がわからない。すげえ迷った。バスに乗って、第2、あ、第3から行けるのか。第3第2で行った方がいいのかな。乗ります。乗れませんでした、さっきのけど。1分後に、あ、もう来ました来ました。すごっ、早っ、来たわ。第3ターミナル着きました。歩いて行こうと思ったけど行かないでよかった。すげえ遠い。着きました。結構広いな。もっと狭かったイメージだけど広いっすね。もう少し奥まで歩いてみますか。すでにご搭乗手続きをお済ませのお客様は保安検査場をご通過の上。フードコートがめちゃめちゃ広い。第3ターミナルのフードコートの方が安いかもしれない。しかも馴染みのあるお店が多いから気軽に食えるのはこっちだな。おそらく終点ですね。では第2ターミナルの方に向かいますか。この陸上のトラックのような道をですね、420m 今から歩きます。ターミナル着きました。結構近かったな、思ったよか。うわ、何しに日本へ見つけたー。第1ターミナルみたいに飛行機が見れるとこあんまりなさそうなんで、とりあえず4回行ってみます。チェックインカウンターですね。第2ターミナルはほとんどというか来たことないんだよな。 ANA に乗る機会が多かったから JAL はあまり使ってなくて、ターミナルごとに航空会社が違うんですけど、それ次第では来る機会は本当にないですね。何か買うわけではないんですけどね、空港のお店を見てるだけで楽しいんですよ。第2ターミナルの見学デッキありました。ただ狭いですね。狭いのと、飛行機が普通に止まってるだけなのかな。離発着は見えないこともないけどすごく遠い。あー、ぼやけたー。 JAL の飛行機ぼやけたー。こっちは展望デッキの北方面なので、南にもあるみたいなので、行ってみます。こっちも結構歩いたぞ。さすがに端から端は遠いわ。展望デッキ南に着きました。なんかくつろいでる人多いな。すげえ無法地帯なんだけど。歩いてブラブラ見て回るのは第1第2第3ターミナルとも楽しいんですけどね、飛行機を見るのはやはり第1ターミナルの方が圧倒的にいいですね。ここ椅子もないから、ないことないんだけど、第1ターミナルの方がちゃんとした椅子があってゆっくり飛行機も見れて広いし、トータル的に見て第1ターミナルの勝利ですね。では第1ターミナルに戻ります。正直ね、第3ターミナルのフードコートは魅力的でした。ただあそこで食べちゃったら、もうその辺のショッピングモールのフードコートで食べてるのと変わんないから、第一で食べます。ちょうどまた目の前で行っちゃいましたね。第1ターミナル戻ってきました。まだ4時半なんですけど、お腹空いたんでご飯食べに行きます。タイ料理にしました。タイビールと、プレモルですね。これは贅沢ですよ。で目の前が展望デッキなので、飛行機を見ながら晩飯を食うというこの行為をするために、ああ今ちょうど鳴りました、ブザーが来ました。海鮮エビ焼きそばだっけなと、ローストチキンと春巻きですね。量は少なめで、やはり少し空港価格ですね。いただきます。シンハービールって初めて飲んだけど、もうそこまで癖もなく飲みやすいですね。うまいうまい。マジで来てよかった。これ皆さんすごくおすすめですよ、マジで。フェデックス飛んでった。海鮮焼きそばうまいわ。普段なかなか味わえない味ですよ、これは。うめえ。レモン杯追加しました。これ450円です。マジでタイ料理はお酒が進みますね。テラスで飛行機見ながら酒飲めるって、マジでそこらの居酒屋さん行くより特別な時間ですよ。ごちそうさまでした。うまかったな、タイ料理。そして超おすすめです、成田空港のみ。マジでおすすめですね。ほんと特別な時間だった。初めての経験ですね。現在6時ぐらいなんですけど、もう少しだけ飛行機を見てから、ホテルに戻ろうかなと思います。チェックインカウンターもだいぶ人が減ってきましたね。ではホテルに戻ります。6時くらいでどんどん閉まってくんですね。ショッピングできないんだ。これはいいね。ここで働きたいわ。9時5時って。ホテル戻ってきました。アートホテルさん、今からチェックインします。昼間やってなかったコンビニもやってますね。チェックインしました。部屋広い。めちゃめちゃいいじゃないですか。ここ小さなテーブルとソファもありますね。疲れた。ゆっくりしますわ。外の景色はもう暗くて分かんないですね。まあけど森って感じです。しかもこのホテル温泉ついてるんですよ。温泉入りたい放題チケットいただきました。今の時間帯おそらく皆さん夜ご飯食べてるかもしれないんで、入ってきちゃおうかな。では温泉入ってきます。あんまり人いなかったらいいな。温泉入ってきました。あっち休憩どころって書かれてたんだけど、ここのことかな。成田温泉って輸出が白子温泉に似てましたね。金色で、お、エレベーター金色でしょっぱくてびっくりなんだけど、普通に綺麗だったし広かったし。何これ、喉乾いた。休憩所誰もいない。広、綺麗だし。少し休んでから戻りますか。じゃあ部屋戻ってきました。あち、さすがにこのホテルの規模なんで56人はいましたけど、それでもね全然空いてる方だったですね。まあただ混んでる時間帯に行っちゃうとものすごいことになりそうな気はしますけどね。ただ温泉含めてこの客室の綺麗さを考えるとかなりコスパいいんじゃないかなって思いますよ。これマジで。では今からあえてコンビニエンスストア行って飲み物でも買ってこようかな。まだ時間早いんで。地下の休憩スペース、地下じゃないか、これ1階なのかな。スペースに来てみました。誰もいませんね。いい空間。朝ごはんで飲むジュースを買ってきました。コンビニもすごく良かったですね。欲しいものは一通り揃ってて、つまみとかお酒とかも全然揃ってて、前にいた女の子たちが1リットルの炭酸水を買ってる様子を見てですね、これから夜楽しむんだろうなっていうのを、思いまして微笑ましくなりましたね。もう今日はゆっくりしますわ。だいぶ思ってたより相当歩いたわ。現在9時過ぎ、10時前ぐらいかな。また軽く飲みたくなったのでいつものように晩酌をして寝ます。おやすみなさーい。おはようございます。現在朝7時半ぐらいですね。こんな景色だったんですね。ゴルフ場から裏手はこの雰囲気だと。それでは今から温泉入ってきて朝食の準備をします。温泉入ってきました。やはり私は人が少ない時間帯を狙うのが上手ですね。まあただ混み出してきたのでパパッと入ってすぐ出ました。そして朝食です。昨日買ったジュースとスープとパン、いつもの感じですね。ごちそうさまでした。うまかった。現在まったりしております。そしてですね、本日チェックアウト後、ホテルのチェックアウト後、本当は航空科学博物館にでも行こうかなと思ったんですけど、休養ができてしまったため、早めに帰ります。インフォメーションが、綺麗ですね。では出発します。ありがとうございました。チェックアウトします。いかがでしたでしょうか。今回の空港のみ旅行、いつもの旅行とは違う感覚で、空港に行くだけで飛行機に乗ってどこかに出かけた気分になれて、なおかつ飛行機を見ながらお酒を飲むという特別な時間を味わうことができました。今回宿泊したアートホテルさんもオフシーズンの平日なら接客も良くて綺麗で、温泉も入るこの大規模ホテルが激安で宿泊できるので、コスパもめちゃめちゃ良くて、何度でも泊まりたいくらい快適でしたね。空港のみ旅行は家族、カップル、老若男女、すべての方にマジでおすすめです。毎年暖かい時期にまたぜひ来たいですね。というわけで皆様、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。